2週間で体が変わる全身引き締めエクササイズを本日はご紹介します。皆さん2週間後といえばついに本格的な夏がやってこようとしています。体の準備、心の準備はできていますでしょうか。いや今年は海行かないから大丈夫だよと思っているそこのあなた、体がね変わってくるとどんな洋服もかっこよく着こなせるようになってくるんですよね。私ももうそろそろ準備を始めねばと思って今作っている動画一生懸命毎日やっているところですので、ぜひぜひ皆さん全身のサイズをダウンするために今日は楽しいエクササイズギュッと詰め込んだので一緒にやってみてください。それではレッツエクササイズ。さあそれでは早速いきます。まずは片足ずつかかとの上げ下げいきましょう。右足かかと、両足つま先、反対、繰り返します。しっかりと足の指5本、そしてその指の付け根で床を押してバランス取りながら姿勢が崩れないように、つま先だけ立ちが結構ポイントですね。グッと引き上げて下ろす、グッと引き上げて下ろすを繰り返してください。バランス取りづらい方は手すり壁掴んでもらって大丈夫です。 OK、 では続いては気をつけの状態のまま右膝を足の付け根と同じ位置まで持ってきます。そこよりも5センチ上にグッと引き上げてから小刻みに揺らしていきましょう。だんだん疲れてくると膝の位置が下に落ちてきますので、前ももが疲れてきたらそれは膝が下がってるサインです。足の付け根を意識してギュッギュッと引き寄せてみてください。上にキックキック、ヒップアップにもつながる動きです。頑張りましょう。効いてきました。はい、では反対側もいきます。左足を付け根と同じラインに上げてから、そこからもう5センチ上にアップ、付け根ギュッと引き寄せてるのを感じながら小刻みに上にキックしていきます。これね毎朝50回とかやってもらうだけでもすごく体温まりますので、足の付け根の腸腰筋を活性化させていきましょう。下腹ポッコリ解消にもつながります。はい、 OK。 では今の足の付け根を意識しながら、今度は両手頭の後ろで肘膝を高い位置でタッチ戻す、タッチ戻す、下げに行かなくて大丈夫なので上半身はねじる、膝はさっきと同じように引き上げるを意識してみてください。息を吐く、戻す、吐く、戻す。腕がね、お顔の前で閉じないように肘しっかり開いてねじります。ラスト1回 OK。 では今度胸の前で手と手を握手したら、足肩幅2つ分くらい開いてつま先45度外側です。お尻を真下に下ろす、戻すを繰り返しましょう。やや上半身前傾になっても大丈夫なんですけど、膝がね内側に入らないようにしっかりと太ももから膝を外に開いておきましょう。戻る時もゆっくりじわーっと動いていきます。熱くなってきましたね。 OK。 ではその足幅のまま今度は左手で右足をタッチ戻る、タッチを繰り返します。よいしょ。これも上半身ねじりながら下半身ストレッチする動き、できるだけ大きく左右に動いてみましょう。反対側の手はしっかりと天井に向けていきます。頑張れ頑張れ、あと少し。はい、頑張りました。ではここからは座った状態になっていきます。では続いて肩の真下に手首をついたら、下の足は前、上の足は後ろの状態でサイドプランクです。ではこのまま行きましょう。できそうだったら上側の手も天井の方に上げていく、
しっかりと足で床を押して腰の位置が下がらないように1枚の板作っていきます。グラグラする体を支えましょう。ここをね、グッと引き上げる。下側の横っ腹を引き上げていく。はい、では手を下ろして反対側行きます。よいこら。バランス取りながら手アップ。手で床を押すとこの脇の下、背中のお肉もね、グッと引き締まっていきますので、肩の力が抜けないように、左手でしっかりと床を押してください。あと少し。では上げている手を下ろして、ゆっくり足床に戻しましょう。今度は体育座りの状態で、両手を体の後ろ、指先をお尻の方に向けてから、お尻のアップダウンを繰り返します。ぐっと引き上げて、ゆっくり戻す。上げた時にお尻をキュッと寄せていきます。そしてこれも手で床を押す力大事ですね。肩と耳が近づかないようにしっかりと両腕で床を押し、机の形ラスト1回作りましょう。 OK。 さあ、では最後はそのまま背中を床につけてお尻使っていきましょう。足腰幅に開いたら、膝の真下にかかとか、もしくはそれよりも一歩前に足を置きます。両腕は体の斜め下に置いて、手のひら床につきましょう。で、一度少しだけ背中を浮かせて、肩甲骨同士を引き寄せてから背中床につけてください。息を吐きながらお尻をアップダウンを繰り返していきます。息吐きながらお尻をアップ、吸いながら背中丸めて下ろす。繰り返します。上げた時に一瞬動きを止めるように意識をして、キュッとお尻を寄せ、そこから背中を丸めてダウン。ほんの気持ちかかとを自分の方にグッと引き寄せるように意識をしながらお尻上げてみてください。ラスト1回。はい、頑張りました。では足元楽に左右にパタパタと倒してください。本日は以上です。ナイスファイト。皆さんお疲れ様でした。いかがでしたかね。最後までやりきることはできたでしょうか。今日初めてやった方はもちろん辛かったかなと思うんですが、これ2週間続けていただくと、だんだんそれなしではいられなくなるようになってくるので、ぜひですね、続けてやってみてください。今日行ったエクササイズは、こう足の付け根を使って下腹ぽっこりヒップアップに効いたりだとか、あとはこう全身の代謝を高める動き、下半身の柔軟性を高める動き、いろんなエクササイズの要素をギュッと詰め込んでいますので、続けていただくと体のサイズダウンも測れるんじゃないかなと思います。今日の動画続けますと宣言してくださる方、ぜひね、ダイエットだったりとかボディメイクの目標とともにコメント残してもらえるととっても嬉しいです。いつでもコメント読んでますので、たくさんお待ちしております。ではまたお会いしましょう。ありがとうございます。